ね、今日も聖杯戦線やっていこうと思います。とセラフ戦線2、墓地では勝てぬ、これどんな感じなんだろうねっていう、そろそろ難しくなってくるのかな、それとも前回みたいにちょろいのかなと。まあ選び方で難易度がだいぶ変わってくるって、あれこれマップ一緒じゃね。まずはランサーだから、これセーバーで蹴散らさないといけないんだけど、後ろにセーバーが1となってくると、セーバーここだな、こいつのチョイスで、物事いろいろ変わってくる。誰がいいのかな、こういう時のセーバーは。まあでも大多数相手にするから、まあこいつかな。で、圧が上がるタイプがいいかな。まあまあ、ちょっとこれは後回しで、次に、アサシンとか選べとか言われてもね、困ったな。アサシンとか選べ言われても別にいらないよね、これ。となってくると、やっぱ白に全振りした方がいいのかな、まずは。白にこのベーメルハイドログラム、それからどうしよう、ここにスカサハまた置くか。スカサハで2030年のかけらで、残ったところに申し訳程度にテレアを置いていくっていう作戦でいいかな。こいつらが、まあ、壁、最後の保険としての。これでいいか。ということで、最後、アサシン誰か置ける？あ、星さんがいる。4もいるじゃん。え？まだ置けるじゃん。ということは、戦力として期待できるのこう。この場合、誰がいいのかな？オジマン？オジマン？アキレウス？オジマン？モーさんだな。相性を考慮して。で、ここの、ギュリガウスは一旦外して、こいつで誰かいいのいるかな？もうちょっとまだ置ける。ああ、オーバーした。星4ダメだ。星3までで、挟んでいっか。挟んで、で、こいつに概念レースを何かしら積ませるでいいか。またこれ置かないでも手だね。ここ概念レースを積ませるために。10ぐらいだから、もう3。ここコスト順にした方がいいね。もう3は誰がいいかな。モーさんでいいのか？一瞬思ったけど、モーさんよりもいっそのこと、アサシンで誰かいるかな？あ、そっか。これでいいや。ということで、今回はアーツで殴りを狙っていく感じかな？モーさんでもこれ、最後の守りの取り出したらいいのかな？突っ込んできそうだからね、誰かが。そうなの？とりあえずは、白を突進させよう。とにかく。こうだね。で、スカサハはどうしよっかな。まあ、突っかけてもいいか。これでよろし。で、このブリュンヒルデ三姉妹。ブリュンヒルデ三姉妹？ん？ワルキューレか。うわ。逃げられる、逃げる、逃げる。これ、逃がして、引き込んだ方がいいのかな？ちょっと待てよ。こいつをこうで。で、入れ替えない方がいいかな。あ、失敗。まあいいや、これで追っかけさせる。モーさんをあげない。これでいいか。で、これで、早い、来た。来たね。
とりあえずこいつを白で片付けさせる。はい、無敵ですと。3回の無敵こんなんでやらされたか。きちいな、きちいな。うん、どうしようかな。まあ全部レベル10だから、ここでね一気に使い切る感じでやっちゃいましょうと。うん、シローって宝具2だったかな確か。うわ強っ、ベーメルハイドログラム強いねやっぱり相変わらず。うん、いい感じですと。はい、デスカサハ突っかけてくるかな、来ないかな。うわー追っかけてくるぞこれ。とりあえず下がっていくか、デスカサハは。とりあえず白は一回ここで殴って消せたら消せ。うん、おいい感じ、いい感じじゃないですか。でこれでフォーグ連発できるかな。どうでしょう。うん、かっこいい。あ、これ消えたね。あー、まだいけないか。あ、いけた。オッケー。白を置いたのが正解だった。強い。となってくると、あのブリュンヒルでどうすべきかな。あ、じゃあ、ワルキューレ2機。消えた。食い止めて追っかけさせるのもありだし、そうだな、ここで取っといて、はい。今回からなんか一気一気にこう行動力が設定されるらしくて、うん、ここはもうスカサハにお願いしよう、一気に全員。うん、ということでスカサハやっちゃってくださいと。あ、神聖特攻これ刺さるよ、多分。うん。こいつらそうでしょ？神でしょ？まあまあ、とにかく、ゲイブログオルタナティブができたら大きいんだけど、まあできないか。うん。強っ。師匠。じゃあ、ここの2機師匠に任せよっか。うん。強い。鬼だな、こいつ。あー、無理か。じゃあ、下がって引き込む方優先。うん。これでいいや。つーことは、これ、あれじゃね？この、ガネーシャ軍団。白が全部やってくれるんじゃね？ひょっとして。うん。ちょっと、シローさん、オーバーキルですよ、これ、完全に。あー、これ、配置成功だったな。シロー置いたのが成功だった、本当に。うん。いやー、これ、シローでよかったっけ？村正か。うん。千住村正か。宝具連発じゃないですか。やば。で、これで、また殴ったら溜まってくよね。やばっ！シロー。うわーこれ最適解ですわ、白が。うん。まあ、持ってない人はどうしたらいいんだろうね。うん。この場合は、これで殴れば終わるよね。うん。やばっ、白。ゼック。ゼック。千住村正、つえー。まあ、ということで、シローがね、これ、だいぶやってくれると思うんで、どこまで持つかな、シロー。体力が、これ、二つないか。殴られる。まあまあ、これは計算のうち。ちょっと痛い。痛いが、うん。これで、また、宝具連発かな。うん。ちょっと強化かかってるから、これ、ワンターンキルできねえかな。
うん。となるとやっぱアーツホークで連発していくっていうのはこれ最適解かもしれないね、この聖杯戦線は。うん。強い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 。白強いっす。やばいっす、白。うわぁ。えげつなぁ。あ、死んだ。死んだ。で、こいつも死ぬよ。スカサワン突っかかってったら。うん、まあ、クリティカルもう一回来たらやばいけど。どう、そういうこともなくて、はい、クリオフ。こっちのがね、星生むから。ゲイブログオルタナティブ、はい、行きますよ、と。強い。鬼だ。鬼だ。さすが神聖特攻入ってるだけある。鬼だ。これで1個で消えて、で、うん。で、これでどこまでいけるかな。で、スカサハがこれ突っかけて、死ぬかな。ただちょっとよく言うと、こっち、スタンかけとこう。うん、いやー、というのも多分ね、さすがにスカサハ死ぬと思う。うん、ほっとくと強いなー。鬼だなー、スカサハ。でこれで1個なくなって、両方ダブル死にの可能性出てきましたと。モーさん一応ちょっと控えておいとくか。で、これで、あ、いい感じですね。殴られて、あ、モーさんが、ちょっとあれだな。うん。保険になってくれてる。これでモーさんちょっと生き延びてくれると助かりますが、それよりスカサハがやばい気がする。うん、まあまあ言うてこいつらも星チャージ1個ずつしかないからね、ゲイボルグで殺せるはずで、次あたり。うん、これどうしよう。でもジナコいきなり行ってもいいと思うんだけどね。うん、これね、俺が考える最前提は、いきなりね、ジナコ殴り。ありだと思う、俺は。うん。だけど、まあ、今回は普通に正攻法で全員ぶっちめてしまいましょうと。うん。攻撃力上がるか。じゃあ、やっとこう。これで、アーツ溜まるかなと。うん。で、これでホーグで溶けるといいんだが、いけるかな。うん。しかし、白、かっこいいな、これ。うん。まあ、そりゃそうだ、エミアが流れてんだもんな。しかも、星5で。うん。今まで星4だったからね、エミアは。まあ、そういった意味で、エミアの演出かっこいいんじゃございませんかと。はい。やっちゃいましたね。間に合うかな。間に合わないかな。で、はい、はい、死にますと。これはさすがに死にますね。やばいやばいやばい。かわいそう。まあでも、ちょっと辛くはなってきてるから、うん、そろそろおとり作戦をやっていかないといけない時期に来てるのかな。次の次あたりぐらいからおとり作戦やって、いきなり大将を倒すっていうのが多分最適解になってくると思う。となってくると、戦力の振り分けとか、うん。で、まあ、俺の本音で言うとね、
あ、間違えた。中途半端にね、弱いやつを大量に置くぐらいだったら、強いやつをね、概念連想つけて置いた方が、俺は戦いやすいと思う。うん。やっぱり HP が違うからね、体力の持ちが変わってくるんだよねっていう。あ、これホグいけるんじゃねって思ったらいけたね。うん。これでやれるかな、やれないかな。一応攻撃力アップはしてるからね、いけるとは思うんだけど。はい、ギリか。ギリか？あ、いけた！オッケー。はい、ジナコ死にましたと。で、あ、ワルキューレ逃げてった。マジかよ。はい、宝具じゃない、宝箱ゲット。で、これ誰を動かそうかな。待てよ、これスカーサ派をね、下手に動かすと、大変なことになるから。よし、これで、ともえ御前、死亡フラグ。え、1対 1？ 勝利条件外。1対1か。よし、これでいきましょいと。イーバーが次使えるんじゃないかな。うん。OK でーす。で、これは、ともえ御前からしたら、下手に突っかかると死ぬから、あ、これあれだ、多分俺の予測だとね、俺の予測だと、多分これ割り切りが逃げ回るやつだ。うん。もうこっからないから、うん。だから、あ、やっぱりほら、逃げ回ってるでしょ、ひたすら。ということで、宝物をこう解消に行きましょうと。どうしようかな。入れ替えできねえか。どっちがいいかな。ワルキューレが突っかかってくること考えたらこっちの方がいいのかな。はい、イーバウ。でも、多分死にはしないとは思うんだが。いやー、ロビンフッドの方言説なんかほんと久しぶりに見るよね。3万。結構いくな。まあまあまあ、死にはしないか、これで。あ、でも、クラス相性があるからえげつないことになってんな。え？連発できるんすか？みたいな。ちょっとかわいそうですね、とともえ御前。ちなみに俺このともえ御前をね、引くために、すーごい沼って水際ビエールの宝具が4になっちゃったっていう。あれは笑っちゃったな。ちょっと待てい。貴様。貴様。勝てそうなとこ狙ってきやがったな。これは、水着毛産システムが、水着毛産もね、一応システム組めるからね、アーツで。おすすめは、やっぱアーツパだから、マーリンじゃない方か。キャストリアとか、フォーメン。あんまり減らないな。まあ、こいつ倒しちゃったら終わるからね。みゆきちの声が。で、これで取って、で、どうしようかな。
で、次が、これで多分、トゥモガエ午前は死ぬ。うん。あ、死にはしないわ。どうしようかな。イーバウだ。イーバウ行こう、イーバウ。これで多分死ぬから、イーバウで。うん。早いなぁ、選出が。早いなぁ。びっくりですよ。で、これ気をつけなきゃいけないのが、マスターが今ね、無防備になっちゃってるから、ひょっとしたらね、狙われちゃう可能性があると、割り切れに。まあ、その時のために、味方をね、ある程度近く置いとかないと、むしろね、こっちがやるべき作戦なんだよねっていう。うん。おとり作戦っていうか。一応これかけとこう。スタン。ロビンフットこれたまらないかな。たまるかな。たまらないかな。まあ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 と。火力いまいちだったな。あ、いけた!トモエ御前突破。OK です。え、まだあったの?うっそー、まだあったんすか。これで?で、あとは、ちょっと待って、ちょっと待って、これ、どうしようかな。やっちゃったら終わるからな。死んでくれないかな、ここで。撤退とかできねえの?あ、できねえの?あ、これ終わっちゃうな、宝箱取れないまんま。あまりいい参考にはならない。あー、やっちゃった。まあまあまあ、これでもクリアということで、予備符1枚もらえたら大きいかなねっていう。うん。これでクリアでしょう。あー、終わっちゃった。宝箱取り逃しちゃったなーと。まあまあまあ、こんな感じで、聖杯戦線のセラフ戦線にやってみましたと、皆さんもやってみてくださいと。ではでは。うん。何もらえたかなっていう。予備符でしょ?うん。これは何?聖杯の雫。あ、聖杯になるやつか。ということで、失礼します。